はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。キングダムス&キャッスルやっていきたいと思います。いやー、相変わらず人口が減ってしまった、こたつワールドですけどもね、どうやって増やせばいいのかなーという感じですけど、とりあえずあれかなー、現状よりで、こう、ちゃんと必要なものを優先してあげて、だよねー。ってなると、これ下げてもいいかなと思うんだけど、これ多分もう下の方だよね。パフォーマンス下だもんな。風車も下げていっか。で、どこぐらいまでいんの？農家、バーテンダーいるよな。医者もいるけど、備蓄労働者もいる。墓地管理、バリスタ使い。水処理もいる。市場よりはちょっと、市場ちょっと下げるか。市場下げて、バーテンダー。あ、でも農場の方が結構いるのか。全部農場に行っちゃうな。建設もいるでしょ？木材労働もいる。石材も、採石場もいる。石膏もいる。果実もいる。軍事もいる。アーチャーもいる。やっぱり人を増やさないとダメだな。で、どうやって増やすか。現状の幸福度を上げなきゃいけない。ってなると、酒場、どこだっけ？酒場がちょっとパッと見でわからなくなった。確かこの辺にあったやつだよな。真っ白だもんな、この辺。これか、こんな感じだから、ここらいなかったっけ？これか。ここでは、あ、働いてない酒場。農家の人が増やさないといけないんだよね。あー、難しいな。人来てくれないかな。こうなった時どうしたらいいんだろうな。もうちょい上げて、あー、これを一回一時的にちょっと木材の労働を、まあ、20人にして、採石もちょっと半分にして、で、あと、果実よりちょっと農家を増やしたいから、15人にして、水処理がなぁ、こことここ、か。15人もいるのこれって。違う、7人。あれ？水処理ってあとなんだ？もしかしてこれもいる？これいらないよね。水処理ってあとなんだっけ？あ、ここ？ここ8。あ、そうだね。これとこれ15だから、これ30か。片方なしにするっていうのもありか。ちょっとこっちを下げるか。で、そうすればその人らが開くから、あと、備蓄はちょっといるしな。で、これで農家がだいぶ増えたな。ただ農家が一気にこんなにまだいらないと思うんだよな。とりあえず75にしとくか。したらバーテンダーが行くから、酒場も、もうちょい行くとくか。70にして、医者もちょっとな、あ、増やしちゃった。医者もちょっと減らすか。10人にして、備蓄も、ちょっと全体的にちょっと下げよう。さすがにこの辺はちょっと少ないから。で、アーチャーも減らしたくないしな。建設作業員がゼロなんだけど。
まあ、いいか、今作るもんないし。とりあえずこれで、バーテンダーもそんなに今、ちょっと増やさなくていい。あ、そうだ、ちょっと離れたところは、なしにしよう。これもいらない。あとは、今、ここと、これと、これか。だから今何？これで。とりあえず18でいっか。あとどうしようかな。これで農家。次に、あ、こいつちょっと上げときたいな。あ、聖職者も全然いないんだな。そうやな、建物作っても人口が少ないと意味がないもんな。娯楽がないもんね、今ね、みんな。で、果実の方があれだな、いっぱいだな。倉庫作るか。これ、でもそうなるとまた人がいるんだよな。あー、人がいないからか。あ、でもいっぱいなんだ。いっぱいなんだな。他なかったよね。もう一個ぐらい置いていいかな。置いて大丈夫かな？入るかな？俺入るかな？大丈夫？でもやばそうだな。もう四個か。で、そうなると、舞台を一つ消すか？ミチェル教、グイリアム教。あとは、これで、あとなんとか上がるようにしたいんだけど、この辺は上がるよなぁ。幸福度。全体的に下がってんだよなぁ。農家をどうするか。バーテンダー少ねえな。どうしよっかなぁ。難しいな。ゲ、ドラゴン来た。マジか。しかも2体。うわぁ、また、これ、塔を狙うやつじゃん。やだなぁ。こいつで攻撃できないもんなぁ。やだなぁ。あー、来た。攻撃できないよね、ドラゴンね。うわ、届かないとこじゃん。やれやれやれ。やれやれ。半分までいった。やれやれ。やれ、やるんだ。
あ、そっち側に届くか。届かない。寿司帰ってったー。お前も早く帰れ。早く帰れ、お前も。わー。帰るか？いや、狙うか？あ、帰ったな。あー。じゃあちょっと、再建するか、帰ったから。マジかー、金がかかりますなー。あとは壊されたとこないよね。あとはちょっと、あー、やべ、うわー、やべ。そういえばさ、セーブがね、いろいろ過去のが残ってんすけど、見たけど最高で400と500いってたのにさ、半分になったよね。やべえな。壊滅状態ですよ。これあれかな、もっと考えながらやった方がいいな、もう一回。もう一回最初からやるかな。これ立て直せる気がしないんだよな。やっぱあれだよな、こう。なんだ、人をとりあえず増やして、溢れるぐらいに働く人がいないぐらいまでなったら、建物をなんか新しいのを作るってみたいな感じした方がいいのかなぁ。顧問か。改善道か。もっといる？もっといる。ってなるとでも人がいるんだよ。人がいるんだよ。ここ労働者いねえし。うわ、金がねえ。金がねえ。あと一歩はどこ？あと一歩はどこ？どこだろう、わかんねえな。これか？違うな。どこだろうね。でもこれっぽいよね。あ、これだな。今ちょっとお金ないんすわ。ごめんなさいね。じゃあ。どうしよう、このこたつあれ一回見捨てるかな。もうちょっと新たに作るかな。こっから立て直せる気がしないんだよなぁ。ねえ。一回どうなんだろう、壊した方がいいのかな、周り。空いてないとことか壊して、あ、空いてるとことか壊して、また縮小するか。ここも全然使う、あ、そうか、ここは開放してないんだ。いや、難しいなぁ。幸福度が。どうしたものか。備蓄あるから備蓄とか売るかな。でもそんな大量ってほどでもないのか。保管スペースが満タン。あ、あれか、合計なんだ。合計みたいだね。石が大量にあるから、石と石炭は売ってもいいかな、次来たら。こっちにもあるしな。この辺だって、あ、結構あるな。ちょっとじゃあ今度来たら、商人さん来たら売ろう。あー、マジか。
どうしよっかなー。人を増やさないといけないからー。軍は、このままじゃないとなー。したもなんか医者ももうちょっと減らしていいかな、こんだけの人数だし。備蓄労働者、備蓄労働者もちょっと下げるか。石膏もその6人いない、いらないと思う今。やっぱ農家の方行っちゃうからな。60まで下げて、バーテンダーを雇えるようにして、ああ、そっか、そうなると石炭作る人もいないのか、今。マジか。あれ？水が来てない？ってことは、風水動かす人がいないのか。うわぁ。あと一人いない。マジかぁ。そうなると、ちょっと税率下げてあげよっか。今下げた方がいいよなぁ。そうよなぁ。だって、ちょっと今の状況で 60% は多すぎたよなぁ。とりあえず、そうだ。大きい病院を一回停止しとかないとお金かかるんだよな。ここもとりあえず閉鎖して、ここも、閉鎖して、病院を閉鎖して、どうしよう、これも、とりあえず閉鎖するか。これも閉鎖して。だいぶでも、幸福度ちょっと上がったな。税率、10% だとさすがにな。人増えないかな。老衰のため。どうしたもんかな。舞台を一つ解散するかな。でもさ、今結構もう年数経って数が結構来るようになったんだよな。ねえ。ちょっと製材所を増やしすぎたかな。こっちだけにしとくか。とりあえずここを解散して、で、こっちも解散するか。とりあえず3つにして、鉄鉱石か。鉄鉱石よりやっぱ石はあってほしいからな。これで、あ、ちょっと幸福度上がった。あ、税金徴収してる。あ、13人増えた。オッケー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 。この感じでな、やっていかないと。
また石炭する人いないんだよ今。減る一方なんだよな、そうなると。炭作る人もちょっとあげないとな。バーテンダー、あと。あ、来た。炭はちょっとな、やっぱいるから、木材を売るか。木材売ります。と、石も。あと、果物は、でいいかな。で、ここにもうちょい要求しとかなきゃいけないってことだよね。で、石もぐらいかな。あれか、人がいないのか。オッケー。だいぶ幸福度は回復してきた。ただ次のバイキングがなぁ。一年後か。どこから来るかなぁ。この部隊を配置しときたいんだよな。さあ、どっから来るか。バイキングめ。でも親切だよね。1年後に来てやるみたいな、6年後に来るぞみたいな感じでね、ちゃんと日数、年数がわかるっていうね。どんだけ親切なんだよっていうね。バイキングどっから来る？しかも4席。これどう来んの？どう来んの？ただ、ここらで待っときたいよな、そうなると。あまり迎え撃つとな、矢が届く範囲で戦ってほしいよな。どうすんのかな？船から降りてくるよな。来たな。オッケー。まず、あ、なにこれ。なんか来たぞ。これなに。こっちもミチェル境界、こっちがまた違うんか。これなんだ。あ、これあれだ、なんか石を飛ばすやつだ。投石機みたいな感じだよね。いけいけ。もうちょい手前でやった方がいいよ。弓が届く範囲でやった方がいいよ。ナイスナイスナイス。ナイスナイスナイス。オッケー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 。ナイス。大丈夫？そんなガッツリ行って大丈夫？ナイス。いいね。あー、なくなってる。どうしよう、回復した方がいいよなぁ。うん、回復した方がいいなぁ。部隊編成は、ここどうしよう、ここだ。いや、でも怖いよな。オッケー。ふぅ、
いや、だいぶ、あ、100になった。オッケー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 。このままね、またちょっと復活していきたいね。ね。はい、ではですね、ちょっと、あ、ただあれだな、この、なんだっけ、疫病とかがちょっと低いですね。この辺をちょっと医者増やした方がいいかな。医者。医者でもどうなんだろう、いわゆる今余裕ないな、全然。あ、なんかもう一部隊できたんだけど。ちょっと待って待って待って。もう一部隊できた。そっちにあまり人使いたくないんだよな。まあいいか。はい、ではですね、次回もちょっと引き続きこの幸福度を上げて、人数をね、農民たちを増やしていきたいなと思います。まあ、なんとかもうちょっとね、ギリギリまで頑張っていきたいなと思いますんで、ぜひともアドバイスの方よろしくお願いします。はい。ということで、また次回お会いしましょう。お疲れ様です。